ティッパサはアルジェリア沿岸部にあるティッパサ県の県庁所在地1857年に建造されたその近代的な町並みは砂浜で一際目立っている。町の名前はアラビア語で荒廃した都市の意味である。その名前の由来となった古代ローマの遺跡群が町には残りユネスコの世界遺産にも登録されている。ティッパサはフェニキア人によって建てられた。 クラウディウステの時に古代ローマの軍事拠点とされた、あと、死になった。その都市は海を見下ろす三つの小丘の上に建てられた。家々のほとんどは、中央の丘に建てられたが、その痕跡は残っていない。代わりに、西の丘の大バシリカとアレクサンデル大聖堂、東の丘の聖サルサ大聖堂の、計三つの教会堂、二つの墓地、浴場、劇場、 アンフィテアトルムなどの廃墟は残っている。また、城壁のラインは明瞭にたどることができるし、東の丘のふもとには港跡がある。バシリカ軍はモザイク模様に覆われた石棺が並ぶ墓地に囲まれている。ステファヌ・グセルに発掘された聖サルサ大聖堂は、一つの神道と二つの浴廊からなり、モザイク模様がなお残っている。大バシリカは何、世紀にもわたって、 石切り場と化してはいたが、七つの浴浪に分かれていた。教会のプランは見て取れる。教会の土台の下で、硬い石の地盤から、墓石が切り出された。それらの切り出された後には、二十四の石棺を収めるためのスペースの空いた、直径十八メートルの円形のものもあった。キリスト教は早期に伝来し、三世紀には、ティパサは、死教座になっていたが、住民の多くは、 非キリスト教徒のままだった。四世紀にあったとされる出来事に、聖女サルサの殉教がある。伝説によれば、キリスト教徒の乙女サルサは、住民が信仰していた蛇の偶像の頭部を海に捨ててしまい、激光した住民たちの遺衆地にあって、死んでしまったという。奇跡的に海から引き上げられた彼女の亡骸は、港の上の丘に葬られ、そこに、小さな礼拝堂が建てられたという。 これが後に聖サルサ大聖堂になったとされる。484年にはバンダルの王フネリックがこの地にアリウス派の司教を派遣した。それからほどなくして住民のほとんどはスペインへ逃げた。その一方で残った住民たちは過熱な迫害にさらされた。これ以降古代都市ティッパサは歴史から姿を消す。今も残る荒廃したアリサバが後にやってきた。 アラブ人たちによるものであろうとなかろうと、どちらにしても彼らはこの街には定住することはなかった。ティッパサ近くにはティッパサラジオ局があり、252kHz でフランス語によるラジオ放送を届けており、ヨーロッパの大部分でも受信可能である。アルジェリアの他のローマ都市遺跡であるジェミラ、ティムガットなどと同時にユネスコの世界遺産に登録された。登録されたのは、 ティッパサ西部考古公園、ティッパサ東部考古公園支社記念塔の3、物件である。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ティッパサの遺跡群は、国立考古学公園となっているが、保護が行き届いておらず、環境の悪化が深刻となっていた。このため、2002年に、危機遺産リストに加えられた。その後、 保護に関する保護法制や計画が整備されたことにより、2006年に危機遺産リストからは除去された。この不死は、世界遺産年報2000に、同2006によった。ありがとうございます。